寝を決めておりました。まだ1時間半ぐらいはかかりますね。はい、やっと北海道が見えてきましたね。あと1時間弱で上陸です。さあ、そろそろ下船の準備をしましょうか。はい、北海道上陸。はい、苫小牧から上陸するのは初めてなんでね、なんかあんまり北海道っていう実感が湧かないな。さあ、ではですね、国道5号のスタート地点札幌に向けて走っていきましょう。はい、国道36号に入りましたね。現在の気温が24度。本当かい？なんか結構暑いんだけど。はい、道の駅サーモンパーク千歳さんです。淡水魚大好きなんでね、ちょっと酒でも眺めていきましょうか。結構広いんだな。せせらぎ水路の先に鮭のふるさと千歳水族館があるんですな。じゃあこの反対側ってことか。あれか。気温はね29度ってなってたけど、まあ湿気は少ない感じはするな。やっぱ日陰に入ると気持ちいいですね。はい、千歳川だそうです。いや、水が綺麗だな。ここも鮭が上がってくるんでしょうね、きっとね。サーモンパークって言ってるぐらいだから。はい、撮影できるかな、できないかな。はい、フラッシュたかなければ撮影 OK ということです。これは鮭だな。鮭ですね。さっきよりはちょっと大きくなった鮭。これは何だろうな。アマゴっぽいな。でもアマゴとちょっと顔つきが違うから、なんだろう、ショロコマとかなのかな。はい、そうなんですよ、淡水魚が好きなんですよね。ここはいろいろ混ざってるんだね。チョウザメもいるし、ブラウントラウト、ニジマス、イトウ、アムールチョウザメ、サクラマスと。これね、なんか鮭類はね、ほんと区別が難しいんですよね。これはこの辺は伊藤っぽいな。伊藤くん、同じ種類の魚群れるのかな。これみんな伊藤だね。これも伊藤っぽいな。あそこにいるのブラウントラウトっぽいよね。うわ、いかにも毒々しいな。これは何、変わった魚だね。何ですか、ゴールデンスポッテッドナイフフィッシュ。本当にそうね、ナイフみたいな形だね。顔は可愛いけどね。自然の千歳川を除く窓ですと、まさに千歳川のキワキワのところに建てたってことなんですな。これはウグイとかなのかな。
そうですね、イグイですね。さすがにまだ今の季節は鮭はいない。でもあれはちょっとヤマメっぽいな。まあちょっと雨降った後なんでしょうかね、ちょっと濁ってますね。はい、ね、別にね、あのサーモンパック来たからって、鮭食べなきゃいけないってことはないですからね。はい、いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、では札幌に向けて出発します。さあ、札幌の中心地に入ってきましたね。札幌駅まで6キロ。はい、豊平川を渡ります。はい、札幌テレビ塔。はい、国道5号をスタートする前に、まあ、大通公園でも散歩しましょうか。なんかお祭りだかイベントだかがあるんですかね。はいね、なんか東京タワーの上3分の1みたいな感じなんだよな。そして札幌といえば時計台ね、残念な観光地として名を馳せておりますが、ね、どうやって撮ってんだろうね、写真ね。周りのビルが入らないように撮るって大変だよな、ね、もう周りビルだらけなんですよ。どっから撮ってんだろうね。あ、ここか。ああ、微妙だな。ああ、この辺から写真撮ってんのかな。でも多少写っちゃうよね、裏のビルがね。そこは修正してんのかな。ねえ、やっぱりあの辺ですね。あの辺の木の下あたりから撮れば、なんとか周りのビルが入らずに写真が撮れましたね。あとは無理だよね。はい。冷たくて気持ちいい。はい、では最後の一本、国道5号を、はい、スタートでーす。はい、小樽に向けて走っておりますが、やっぱ北海道日が短いんですかね。17時半でこれぐらいの感じなんですね。埼玉だともう6時半とかね、7時前ぐらいの感じじゃないですかね。はい、小樽です。はい、夜市。
はい、暗くなり始めるのが早いなと思ったけど、その後結構踏ん張るんですね。今18時24分、まだこんだけ明るいですね。日の入り、本当に暗くなるのは関東あたりとそんなに差はないのかな、ね。はい、もうちょっと走って、お風呂に入りたいと思います。はい、なんとですね、本日日帰り入力はやってないということでしたので、ここからね、さらに30分ほど走ったところに日帰り温泉があるので、そこまで行きましょうか。はい、くっちゃんの市街に入ってきました。お風呂はニセコです。成功駅っていうのは結構こじゃれた駅なんですな。やってる感じがないんですけど、やってませんね。今日は風呂諦めるか。はい、こっから17分のところにもう一軒あるので、そこまで行きましょう。なんで水曜日は休みのところが多いのかな。でいいのかな。あった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 、やってたやってた。よし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 。お疲れ様でした。はい、まっかり温泉さんでお風呂入ってきます。はい、まっかり温泉さん、露天風呂からですね、羊蹄山が一望できるんですね。もうだいぶね、暗くなってたんでシルエットしか分かんなかったですけど、いやー、今度はね、明るいうちに一回入りに行きたいですね。はい、今日の晩ご飯はセイコーマートさんで、おにぎりと焼きそばです。はい、道の駅まっかりフラワーセンターさんですね。今日はここで一泊させていただこうと思います。さあ、まあ明日はね、国道5号フィニッシュしてですね、オーラスになると思います。はい、ではお疲れ様でした。いやー、さすが北海道ね、昼間暑いですけど、この時間になるとね、ちょうどいいですね。多分20度ぐらいじゃないかな。はい、ゆっくり寝れそうです。おやすみなさい。おはようございます。はい、改めましておはようございます。道の駅まっかりフラワーセンターさんで一泊させていただきました。いやー、快適ですね。やっぱり北海道ね、日中暑くてもやっぱりね、
朝夕は涼しいですよ。車の中の温度が18度ぐらいだったんで、多分外は15度とか16度ね。羊蹄山が見事に見えております。さあぼちぼち出発して国道5号を完走しましょう。はい、準備 OK。 では函館に向けて出発します。はい、お風呂の関係でね、ちょっと国道5号からちょいと離れちゃいましたので、ニセコまで戻ります。はい、国道5号に戻りました。霧です。霧の北海道もいいんですけど、景色がね、遠くまで見えないのがちょっと残念ですね。はい、黒松内町ですかね。やっと霧が晴れましたね。はい、おしゃまんべにやってまいりました。海沿いの道に出ますね。はい、まもなく函館、国道5号ゴールなんですが、ちょっとね、大沼を見ていきましょう。はい、昨年のね、北海道脱出大作戦でも大沼はね、寄りましたけども、ここはまだね、別の場所ですね。はい、こういうちっちゃい島がね、いっぱいあるんですよね、ここはね。ちょっと水がだいぶあれだな、青子が出ちゃってるって感じなのかな。はい、では朝のお散歩に行きましょう。ああ、熊鈴持ってくるの忘れたな。まあ大丈夫でしょ、ここは。もう島伝いにこうぐるっと行けるんですな。よっと。ねえ、綺麗ですね。あっちにも橋があるってことは、これぐるっとあっちまで行けるってことなんだろうな。はい、大沼はですね、30数年前オートバイで日本 1.5 周した時にキャンプしてたんですね。そしたらですね、突然巨大地震に見舞われまして、まあ、それがあの北海道南西沖地震ですか。まあその日だったんですね。で、まあ当時はね、当然携帯電話なんてなかったですから、何が起こったのかよくわからずに、まあラジオは持ってたんで、すぐラジオつけましたが、やっぱり最初はね、情報が錯綜していて、そのうち寝ちゃったんですよね。で、次の日朝起きたら、まあ結構大事になってるぞということで、急いで、家にね、電話して、まあ無事であることを知らせたと、
うちの両親はですね、まあもしかしたら津波でやられてるかもしれないと思ってたようで、大変心配をかけてしまいましたね。はい、国道5号に戻りました。はい、函館グルメといえばラッキーピエロさんですね。ちょっと早めのお昼にしましょう。いや、すごいね。さあ、何をいただきましょうかね。はい、北海道といえばね、ガラナですね。なんか何がダブルなのかよく確認しないといけないんじゃないかな。うわうわ、これは手も口もすごいことになるな。ガラナ、で1000円ちょいですよ、このボリュームで。あ、すごいね。いやー、ちょっとハンバーガー1個で苦しいわ。ごちそうさまでした。はい、ラッキーピエロさんはですね、こんなに大人気なのに函館周辺にしか展開してないんですよね。でもね、なんかわかるわ。これ、このクオリティを他のエリアで出そうと思ったら、ハンバーガー1個数千円とかになっちゃいますよね。ましてや東京なんかに出そうと思ったらね。まあ、函館でしか味わえないっていうところがいいんでしょうね。はい、これがね、言動のはず。国道5号の言動はね、この松並木が結構印象的ですよね。はい、函館駅まであと6キロ。はい、ここで、バイパスと合流するんですね。はい、いよいよオーラスです。いやー、通算15日もかかってしまいましたね。まあ多分ですね、これ言動にこだわらずにバイパス使ってればね、3、4日早く着くような気がするな。それだけやっぱり渋滞にもはまりましたし、走りきってねえなと思って U ターンしてね、走り直ししたりしましたからね。はい、五稜郭駅を通過しました。
はい、国道1号、2号、3号、10号、9号、8号、7号、4号、6号、5号と、いや長かったっすね。さあ間もなく国道5号のこれは起点ですね。今回オーラスのゴール、函館の駅前になりますね。はい、函館駅まであと2キロです。お、函館山も見えてまいりました。はい、次の信号じゃないかな。はい、函館の駅が見えております。さあ国道1号から10号ほぼ一気通貫、一筆書き15日間もかかってしまいましたが、はい、右は函館駅ですね。さあこの交差点で、はい、ゴール、ありがとうございます。ということで、ここが国道5号の起点ですね。まあ、今回国道1号から10号ほぼ一気通貫、一筆書きの、まあ、ゴールということになります。函館駅でございます。はい、そしてですね、こちらがですね、函館市国道原標となっております。ということで、まあ、一部ね、原道を走りきれていない区間が、まあ、あるんですけども、ほぼほぼね、原道で国道1号から10号、完走させていただきました。さあ、せっかくですね北海道に来たのに国道5号だけ走って、帰るというのはあまりにもったいないので、ここからですね新シリーズを始めたいと思いますので、次回の動画もぜひご覧いただければと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。